皆さん明けましておめでとうございます。古谷ロビンです。はい、2023年始まりまして、ちょっと2023年は新しいチャレンジをしたいなと思って、こうやって、カメラに向かって動画で慣れてねえな、こうやってね、なんか話す動画もいいのかななんて思って、2023年はちょっとね、今までしなかったことをやっていけたらいいなと思って、その理由としては、説明すると、僕自身最初ファッションモデルをずっとやっていて、でファッション雑誌のレギュラーとかもやってたんですけど、でそこからカメラが面白くて裏方に回りました。カメラマン、スチールとムービーのカメラマンの仕事を主にするようになって、ほとんど表舞台には立たなくなった時期もありました。そこからもう一回役者やってみたら、チャレンジしてみたらっていうことで、僕もしたかったので今の事務所に入って役者の仕事をスタートしました。その中で、役者の仕事をしながら、カメラマンの仕事も、もう本当に最初の方は、役者スタートした頃は基本的に映像制作だったり、カメラマンの仕事が9割で役者の仕事が1割とかっていう状態だったんですけど、その中でクライアントワークがすごい多くて、多分日本で役者でカメラマンとして一番クライアントワークをやってるんじゃないかなっていう自信はあるんですけど、その中で2022年振り返って、確かに人のために動画を作ることはたくさんあったし、写真を撮ることもたくさんあったんですけど、自分で自分をコンテンツとして、動画を作ることって今までなかったなと思って、2023年はこうやってもっと自分のことをいろんな人に知ってもらえる機会だったり場があったらいいなと思って、ちょっとやってみようかなと、思いました。2022年はね、振り返ったら本当にたくさんドラマに出演できましたし、何よりね、こう仮面ライダーが終わって、本当に役者としてもう一度スタートしたいなっていう1年だったので、こうチャレンジングな年でもありましたし、楽しい時間でもあったので、もっと役者の仕事が楽しめるように2023年頑張っていこうって思ってます。こういう動画を上げようかなと思った理由は、ドラマの撮影だったり映画の撮影に入ると、意外にこういきなりこう時間が空いたりとか、この日スケジュール空いたとか急に決まったりするときに、何しようかなって、今までは映画見たりとかドラマ見たりとか、インプットの時間インプットの時間が多かったんですけど、2023年はこういうコンテンツをどんどん、コンテンツがこういう動画を撮っていけて、それを見て、ロビンってこういう人なんだって思ってもらえることが多くなればいいかなと思ってます。ロビンって誰だよ、だからねなんかこの、動画を見て一人でも、こういうやつがいるんだだったり、応援ね、このドラマで見て、こういう人物だから応援したいなって思ってもらえたら、すんげえ嬉しいなって、やりがいあるなって思えるので、ちょっと新しい形でこうやって動画を作っていきたいなと思ってます。2023年はもうちょっとプライベートも知ってもらえるような動画作りができたらいいなと思ってます、なんでよかったらコメントで、こういう動画見てみたいですだったり、映像制作するときってどんな感じで作ってるんですかだったり、どんな写真撮ってるんですかとか、そういう
そういう新しいねチャレンジができたら、うん、いいなと。なんかねこうやって話してるやつに他の役者さんがね登場してもいいし、あと僕が女優さんだったり、役者さんの、イメージのムービーを撮るとかをちょっとやってみたくて、今世の中にはあまり出てないけど光るものがある方をフューチャーしてちょっとこう動画を作ってみたりとか、いろんなねなんか楽しいことができそうと思ったので、この動画ねもうちょっと自分のコンテンツっていうものを多く作れたらいいかなと2023年は思ってます。もちろん、役者としてもまだまだ公表はできないんですけど、今チャレンジしてるものがたくさんあるので、そちらで見てもらいつつここでもね、あロビンってこういう人なんだって思ってもらえたら嬉しいです。2023年もどうぞよろしくお願いします。